はい。それでございます。えー、本日も上司が教えてくれない営業のコツということで、今日のテーマはですね。営業職は使い捨てなのかと。なかなか深い問題を今日持っていきたいなと思います。まあ、これ、あの、すべての会社がですね、営業職を使い捨てとして考えてるかというと、どちらもちろんそういうわけではないですし、あの、ちゃんと営業を育てようとかですね、考えてる会社さんもたくさんいますので、あの、すべての会社がそうだということをまず否定したいと。 いうところではあるんですが、とはいえ、事実一定数こういう会社がいるという問題がありますんでね、えー、ちょっとこの点をお話ししていきたいなと思います。まあ、絶対これ上司をしてくれないんでね、うちの会社は営業を使い捨てだからみたいなこと絶対言わないんで、えー、その、まあ、どういう業種に多いかとか、どういう営業スタイルに多いかとかですね、えー、そういうお話を今日はさせてください。はい。で、まあ、営業職を使い捨てにしてる会社ってどういう会社かっていうと、もう一言で言っちゃえば、大量採用、大量離職。 ですよまああのー <laughs> 卵問題みたいな話ですけど人がたくさん辞めるから人をたくさん採用しなきゃいけないみたいなのがありますし、まあ、人をたくさん取りすぎちゃってるから教育とか管理がままならずに計画社員がまあ途中で辞めちゃうみたいなことですよねなのでまああの、まあ、こういう会社は社員営業職を使い捨てにしてる会社ですよということで、えー、私が巻いた会社とかもすごいですよ社会、えー、と3年目の離職率 えどのくらいだっけな ?30 人ぐらい入って今残ってんの3人とかかなもうちょいいるのか。いや、すごくないですか ?1 割しか残ってないな。 新卒の採用のまあ単価っていう言い方するんですけど、1人当たりに採用でかけてるお金っていうのは、本当にうまくさやってるところでいくと数十万のところもあるんですけど、高いところでいくと本当に100万超えちゃうみたいなところもあるんでね、1人の採用ですよ、学生の採用で数十万かけて取ってるのに、まあ、数年でやめられちゃってるってまあ、なんか余裕ありますよね <laughs>。 <laughs> 私ベンチャーの経営してますけどなんか採用頑張ってしてしかもそのかかってるお金っていうのは基本的なその媒体にかけたお金とか人材紹介とかでかかってるお金とかなんでそこでかかってる面接とか人事の人件費とか,かそういうのも含めずにそれぐらいの単価になってるんでいやーすごいですよねでしかもその入社後いきなり戦略化しないじゃないですか新卒で入った子たちってやっぱり教育とか研修の期間があって。 まあ一定期期間間学習するるががあってて、まあ、ようやく目が出てく出となのでまあ安定して成果を出し続けられたりとか、まあ、その自分がやってることを原稿化できるみたいなところでいくとやっぱり2年3年経たないと、まあ、仕事一巡して、まあ、2回3回回るうち回してみたいなところがあって初めてなんでなんかそのタイミングでやめられちゃうっていうことの。 まあ怖さですよね。まあ、変に社員を縛られるっていうことを言いたいわけじゃないんですけど、まあ、組織、会社の経営としてですよ、その人が簡単に辞めちゃう状況っていうのは、まあ当然良くないことなんですけど、まあ、たくさん取って、まあ、その分補填すればいいやみたいな会社が一定数いると。悲劇ですよね。働く側からしても。うんまあ、本当に時間を奪われてるみたいな感じになっちゃうので、まあ、そんな会社にはまあ当たらないように、まあ ちょっとそういうチェックポイントみたいなことをお話しできればと思うんですけど、まあ、そもそもなんか大量採用と大量移植、なんでこれで OK になっちゃってるのかっていうのは、基本的には2つしかないんですよね。1つはまあ社員でいる間、まあ、営業してくれてる間は頑張ってくれればいいよみたいな感じで、もう死ぬほど働かされるみたいなケースの時ですね。あとはその個人の人脈みたいなところを使って営業させてる会社とかも結構こういう傾向が多いんです。なのでまあ自分の人脈使い切ったらまあお別れしていくみたいな感じの営業させてる会社、業界ですね。 であとはもう純粋に最初から一部残れば OK みたいな形で、これも結構多いんですよね。まあうちの会社についてこれないやつはもうやめてしまえみたいな形で、最終残る人がいればその人たちがマネージャーとかトップになるからいいよみたいな、えー、そういうまあマネジメントしてると。まあなんて言う意味かな、あの、 足切りしてるみたいなイメージですよ、ね、けどこういう足切り型の採用と、まあ、定着率みたいなのやって、あの離職定着みたいなところで考えていくと、結局ですねあの似た人しか残んないんですよ。あの本当に仕事ができる人はなんかこんな採用とか人事戦略取ってる会社に残んないんで、結局、まあ、毎回私の会社がそうなんですけど、似た人しかいないっていう。で似た人しかいなくなる理由っていうのは結局居心地がいいからなんですよね。んで成果が出てるか出てないかっていうよりも、なんかそ,のその会社の風土とか雰囲気とか居心地が いいかで残ってるだけな,ん,でなん,かそのだんだんそういう組織も弱体化していく、まあ、弱くなっていくのはまあ当然なんですけどね、まあ、なので、えー、いる間は死ぬほど働かせるか、まあ、一部残った、まあ、似た人たちが残るような、まあ、それでもいいやと考えてる会社かと、まあ、話戻りますけど本当にまあ余裕のある会社ですよ余裕があるというか,なんかそういう人を人として見てないような会社みたいなところが多いわけですね でまあ、こういう傾向が多い会社でどういうところかという話をしていきたいんですが、ちょっとまあ業界という括りで話しちゃってるんですけど、あの業界 海、うんぬみたいな、ンンまあ、そういう傾向が強い業界っていうのは多い、あるんですけど、あの当然すべての会社がそういうわけではないっていうことをちょっとご理解いただければと思ってます。まあ、そういう悪しき営業スタイルをですね、変えていきたいベンチャーとか、まあ、中小企業でもそうなんですけど、そういう会社もたくさんあるんでね、すべての業界の会社がそこに当てはまるってわけではなくて、まあ、そういう傾向のある業界とか営業スタイルなんだみたいなことでちょっと捉えていただけるといいかなと思ってます。はい、では、1つ目。 個人向けの営業ということで、これさっきちょろっと話をしたんですけど、その個人の人脈依存している営業スタイルですね。なので、不動産業界とかで自社集客しないで、自分の人脈で営業してこいとか、人脈作ってこいみたいな感じの営業させている、まあ、保険とかも同じですね、自動車リーダーとかも同じで、個人の人脈に依存している営業スタイルっていうのは、あのー 営業からすればその人脈なんかそうそうそんなボン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 増えないじゃないですか。でそんなボン,ボンボンボン増えた人脈なんて結局価値が薄いというか関係性も希薄なんで高いものを売れないんですよね。あの不動産とか保険とか自動車で高い買い物を個人に売るみたいな商材で人間関係ズブズブで入っていく、個人に入っていくみたいな感じの営業スタイルの場合っていうのは、まあ、こういう傾向になりがち。 なので、これは結局さっき言った上のですね、あの、いる間、営業やってくれる間頑張ってくれればいいよってスタイルと一緒で、自分の人脈にとにかく営業しきりなさいと。で、売れるもん売ってきなさいと。で、売り終わってもう人脈作れなくなったらもういいよ、バイバイみたいな、そんなスタイルで営業やってる会社が一部、まあ一部と言っていいのかな、もう一部たくさんあるというようなところが、ポイント一つ目。 個人向けの営業で、えー、個人の人脈に依存している営業ですね。もう組織で営業するにあたって、その個人に依存している J でもアウトですからねあの。営業力伸びないんで、組織として。はい、で次 商品差がない業界ということで、まあ、人材業界、か、まあ、旅行とかもそうかな、あと代理店とかであの他の商材を売ってる会社さんとかも、まあ、ここに当てはまるかなと思っていて、えーとまあ、要は商品差がないんで、結局何しなきゃいけないかっていうと、営業が気合と根性で頑張らなきゃいけないって話になっちゃうんですよ。なんで、商品差がないっていうのはそれだけ商品の差別化がしづらいっていうケースもあれば、商品を改善していくっていう、あの 気持ちもないというようなケースですね。なので代理店とかも結局、他社の商材を売っている、まあ、あえて言うとだけになってしまうので、結果、まあ,あの、営業力で何とかするしかないみたいな話になってしまうということですね。なので、まあ、結局、商品差がないと、何かでカバーしないと売れないという状況なので、まあ、営業が気合とで根性で頑張ると。まあ、こういう業界も当然離職率高くなりますしまあ、 そこで我慢できちゃう時期っていうのが正直あるんですよあの。知らないとなんかすごい商材と思えちゃうってことですね。あの私がいた会社とかでもそうなんですけど最初なんかすげえことやってるなっていうふうに学生からすると思えちゃうんですよ。 なんですけど、やっていくとは普通のことやってたんだみたいなこととかを知らない人、あのまあ、情報弱者を採用してですね、で知識がはまってくると、この会社普通のことやってんだなみたいなことに気づいてしまって、まあ、飽きが来るというか、結局なんか、商材に対しての違和感を覚えるみたいな感じになってしまうので、結局商,品を商品サービスをです、ね、自分で改善できないとか、それ差が作れない業界っていうのは、やっぱり営業に過度な負担が来るということは、当然、やめる人も多くなっちゃいますよね、とところですね。次。 人間関係で営業しているということで、まあ、これ、まあ、あれは製薬業界だ、金融業界ですよね。人間関係ずぶずぶで、まあ、病院の先生とか、うちの,あの営業のサロンとかでもやってる人いるんですけど、昔は本当に人間関係ずぶずぶで、あの、もう飲み会うんぬんみたいなところとか、高校業界とかもいいかな。そういう営業スタイルを取ってるところ。でこれその、これも同じくですね、営業に完全に依存しちゃってる営業なので、営業スタイルなんで、あの、辛いんですよ。 でその人に合わせて、本当に土日出社当たり前とか、なんか相談もらった人いますけど、朝の4時とかに迎えに行かなきゃいけないとか、なんかそういうことさせられる人もいるんでね、いや、こういうの良くないっすよね、当然。<laughs> なんで人間関係ズブズブの営業みたいなところも当然、離職率は高くなるということですね。 あとはまあ単調な営業ということで、まあ、テレアポ飛び込みは悪と言っているわけではないんですけれども、まあ、これだけをずっとさせてるっていうのは当然、飽きが来るわけですよ。まあ、飽きたから仕事にならないみたいなことでも当然ダメなんですけど、まあ、こういうスタイルをずっと続けているっていうところに問題があるかなということですね。あのまあ、勉強のためとか営業を鳴らすためみたいなことでも教育の一環でやってる会社さんもありますけど、これじゃ本当に永遠に続けるのみたいな話なんですよね。 なので、の IT、システム、いろいろツールが発達している中で、まあ、こういう営業をいつまで続けるのかみたいなところを考えると、まあ、この単調な営業を永遠に入った人にやらせ続けている会社っていうのは結構危険な傾向があるかなと。でこれは私がいろんな営業会社を見てきた中で感じているところなんですけど、同じ営業手法をもう本当に長くて5年ですね、もう3年でもどんどん見直さなきゃいけないと思うんですけど、もう5年前のトークスクリプト使ってますとか、5年前と営業のやり方何も変わってませんとか、そういう会社も営業改善する気がないんで、これも結 営業個人に依存してしまう傾向が非常に高いので危険ですというところはちょっと一つ意識してもらえるといいかなと思っています。はい。で最後。 まあ当然ですよ。ブラックな職場ということで、営業戦略がないとかですね、とにかく気合と根性だとか、新規開拓によりすぎて、教育体制がないとか、アドマン上司の人間関係みたいな感じですね。まあこういう問題の会社はですね、結局、組織の問題を、えー、見落としてるというか、改善しようっていう気がないので、結局、商品力がないとか、組織力がないっていうのは、それがないけど売ってこいっていうのは、結局営業個人でお前頑張ってこいよっていうことをやってる会社なんで、まあそれだけなんですよ、今ここ紹介してる会社っていうのは。一人で頑張れと。 もう商品買える気もないし、あの会社も良くする気はないけど、売ってこなきゃ売り上げ開けなきゃいけないから、お前個人でちゃんと頑張って売ってこいよみたいなことをやってる会社なんで、当然ですよ。こんな会社は確実に弱体化しますと。なので、早く逃げましょうってことですよね。あの、さっき話した通りで、一定期間はなんか成長してる実感があるんですよ。飛び込みでも、テレアポでも、単調な営業でも、えー、と商品の差別化がない業界でも、知らないことをやってるっていうタイミングは、当然成長できる。まあ、知らないことを学んでるんでね、っていう感じはあるんですけど、 その先っていうのは会社の成長が止まってるんで自分の成長も止まりがちなんですよね。結局人が成長しやすいというか成長するので早いのはその成長しているところにいるのが一番やっぱ早いわけですよ。 なんで、組織は足のドリバーで止まってるけど、自分だけ成長していこうみたいな感じよりも、周りも成長している、組織も成長して次のステージに向かっている。そこに自分がいることによって成長のスピードが上がるんで、あの成長が止まったなというところ、自分で実感があるのであれば、もうすぐに逃げましょうって話です。営業できる会社なんかごまんとありますし、営業職だけが全てじゃないんでね。なので、使い捨てにされないように、 あのまあ、大量作用、大量離職みたいなところの会社たくさんあるんで、まず入社前にしっかりと見極める、まあ、できるだけまあそれこそ離職率ちゃんと聞いとくとかですね、えー、と営業のスタイルや,やり方どうやってるかとか、これまでどういう営業改善してきたのかとか、商品の改革改善ってどうやってるのかみたいなことをしっかり確認をしてもらって、そういうのがない会社に関しては、やっぱり営業に過度の,あの負担がかかってるケースが多いんであの、できるだけすぐ逃げてもらえればというところで思っております。はい 営業職は使い捨てなのかというテーマで今日はお話しさせていただきました。もう本当こういう会社なくしていきたいんでね、あのそういう会社あればぜひ教えてもらえればと思っております。ということで、えー、本日のお話は以上です。 はい、今回もご覧いただきありがとうございました。えー、ご興味持っていただけたり、えー、参考になったなという方は、ぜひチャンネル登録していただければと思います。また、ツイッターもやっております。いろいろと、えぶやいておりますので、ご興味持っていただけた方は、ぜひツイッターの方もフォローいただけると嬉しいです。引き続き、えー、営業のご質問やご相談あれば、えー、LINE ですとか、ツイッターの方でご連絡いただければお答えしていきますので、えー、どんどんご連絡もいただければと思います。本日は、ご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。